西元をレケスビンとレセスウイントとの表記もされる。649年から672年までトレド王、セプティマニア及びガリシア王でもあった。649年より父キンダスウイントとの共同統治王となり、653年より単独統治を開始した。共同統治を含む在位23年は、 1> 約170年前のアラリック2世の在位期間と、並んで歴代の西豪東王の中で最長期間である。ただし、単独統治としては19年間であるため、この場合はアラリック2世の在位期間が最長となる。レケスウィーンとの帰省初期、不王時代の弾圧で国を追われ、バスク人のもとへ逃亡していた西豪と貴族、フロイの反乱が起こった。フロイとバスク人たちは、 エブロ川谷を荒らし回り、教会を略奪し、聖職者を殺害した。さらには、サラゴサの町を包囲した。レケスウィーンとは反撃し、サラゴサの包囲を破り、フロイを殺害した。彼は、不王とは違う考えを持ち、金田スウィーンとの言った過烈な抑圧によって生じた、問題を解決しようとした。レケスウィーンとは、教会とは、さらなる調和をお望み、 ユダヤ人には厳しく接し、貴族たちへの制限の緩和を行った。654年以降、レケスウィンとは、アラリック法典に代わる法典の交付という責任を負った。彼は、俗人法を廃して、王国内にいるゴート人とヒスパのローマ人双方が守るべき、監修法を定めた。これが、西ゴート法典である。また、レケスウィンとは全国民の犠牲で王の方向。 倍増させようとする試みを防いだ。653年に行われた第8回、トレード協会会議では、歴数院との指導と権威の下でこう述べられた。一方で、この第8回、トレード協会会議では、歴代の王たちが非合法に獲得した財産の多くを適切であるとしたが、これらの財産は王国に帰属すべきで、王個人のものではないのではないか。とする主教の疑問を無視した。 これらの事柄が大きな議論を巻き起こし、権力を持たず多くのことができなかった司教は、教会会議の議事に不満を表明した。レケスウィンとは、行為判事の一人でもあり、法の施行を委託されていた。この教会会議以降、王政は法政によって行われ、どんな法令の発行も法に則って決議された。672年、レケスウィンとは、バリアドリット近郊のゲルティコスで没死した。 以後この町は、レケスウィントの後継者であるワムバの名を取り、ゲルティコスワムバと呼ばれるようになった。キンダスウィント時代に緩められた反ユダヤ人政策は、レケスウィントの時代に再び強められた。彼は、ユダヤ人を含むすべての異端者たちに、王国から立ち去るよう宣告した。また、ユダヤ人は、キリスト教徒として、洗礼を受けさせてはならず。 杉ぎしの祭りを祝ったり安息日を守ってはならないと命令した。ユダヤ人たちは断食が守れず、キリスト教徒への不利な証言もできなかった。これら禁令を破れば、火破りか石打ちの刑を課せられた。この抜本的な法律が果たしたのは、ユダヤ教の信仰を保った者、またはユダヤ教に再改修した者を手助けした者はすべて、破門し、その財産の一。 4を没収したのである。レケスウィントの政策は一般的にスペイン内のユダヤ人を全員国外へ排除しようとした初の体系的な試みだとみなされている。レケスウィントの王冠、スペイン国立考古学博物館所蔵。レケスウィントはレオン山地の北斜面にある領土すべてをコンプレドの修道院に駅進した。661年、彼は 先霊者ヨハネへ捧げる教会の建設を命じた。これが現在のサンフアン教会である。伝説によると、バスク人の反乱を平定後レテスウィントは、先霊者ヨハネの秘護のもとにあり、医学的な効果の多奇跡が起こると、評判のバニョデセラートを訪れ、温泉に入り腎臓疾患を癒した。王は回復し、感謝を表すため教会建設を命じたという。 レケスウィーンとの宝冠を含む西ト王の宝物は1858年から1861年にかけてグアラサールで発見された。金鎖でローマ字が吊るされレケスウィーンとの文字をかたどっている。父はキンダスウィーンと。父の妻リキベルガはママ母であったと考えられている。弟にテオデフレードとファビラがいるが、 テオデフレードの母は、リキュベルガである。テオデフレードは、エギカ王の即位に伴い、大い争いの恐れからコルドバに流され、その地で、レキロナという女性と結婚。後に、西ゴートとなるロデリックの父となった。テオデフレードは、ウィッティザ王に殺害されたと記録されている。ファビラは、後に、アステリアス王国を建国、その初代国王となり、 722年のコバドンガの戦いで、ウマイヤチョウを打ち破って、レコンキスタの口火を切ったペラーヨの父と言われている。ファビラは、エギカオの重心でその息子ウィティザオに幽閉、殺害されたと伝わる。キンダスウィンとの兄弟姉妹の娘でレテスウィンとの、いとこにあたるゴダは、東ローマ帝国からの亡命者アルデバルトと結婚。息子、エルウィグを設けた。エルウィグは、 後に野心を起こして、陰謀を食わだて、金田インとが対位する原因を作ったり、ついには、ワムバ王に勝利し、680年から7年間王位に、あった。エルイグは、インキラ王の娘で、レカレド一世の孫娘、リュービゴーとお妻とし、その娘キクシロが、エギカ王と結婚。キクシロとエギカ王の息子が、ウィティザ王、オッパス、シセブトである。ィティザには、 アギラニセイ、オルムンド、アルデバルト、ロムロという子供がおり、アギラニセイは、ローデリックと対立している。アギラニセイの娘に、サララゴーダがおり、サラは後ウマイヤ町のアブドアンラフマーンミッセイとダマスカスで出会い、アッバス町のウマイヤ王族の残党狩りから逃れていたアブドアンラフマーンを手助けしたりし、逆にアブドアンラフマーンから再婚相手候補を探されたりなど、 婚意にしていたという。サラの末裔に20世紀の年代記作社員アルクーティアがいる。レケスウィント自身には直系の子がなかったと言われているが、遺説として、弟とされるテオデフレードが実施で、テオデフレードの頃デリック、もう一人の弟とされるファビラの二人が孫、ファビラのコペラヨは、ソ,ーソンという系図も現在に伝わっている。この遺説では、キンダスウィントの実施は、 エケスウィンとのみとなる。ありがとうございます。